綺麗に晴れ渡りました。三強フランティア柏スタジアムです。 J1 リーグの第2節、柏レイソル対 FC 東京、大きな声がスタジアムに響いています。改めて今日のスターティングメンバーですが、ご覧のような並びが予想されますが、まあ、開幕節と同じメンバーで臨んでいるわけですからね、はい、そして FC 東京です。まあ、松木玖生、また熊田、こういったところが U20 日本代表、まあ、そして中川が、どうも怪我ということですけれども離脱をしています。開始15分が経過をしています。渡辺さんからの長いボール、渡辺の頭の上です。三丸が戻したボール狙っていた。ここはバーの上、柏はヒヤッとしました。 FC 東京ディエゴリベラチャンスが来ましたが、バーの上ちょっとごめんというようなジェスチャーです。いやー、決定的でしたけど、三丸選手もちょっと不用意でしたね。これは、まあ、小泉は今日フルス対戦ですけど、2019年は特に J2 だった時にもベンチにも入れなかった、ベンチ外でもあったと。なのでその悔しさがあるということで、やはり、今日はしっかりと、まあ、見せたいという話はしていました。そうですね、フルスには成長した姿を見せたいと、そうですね、誰もが思いますからね。はい、来ました、ホゼ。そしてホゼ来た。ワンチャンスしっかりとものにしました、柏レイソル。1本目のシュートです、はい、ファーストシュートでゴール。この先頭と山田のパス交換からですよ、うん、そしてサビオが中に入ってきて、はい、タイミングよくホセが抜け出して、ここの位置で打てると必ずアクションしますからね、ホセは、はい、シュートの精度もあります。振り抜きも早いし、抑えた低いシュートでね、はい、また動きましたけど、塚川へ、塚川シュート、中へのボール、ファーサイド上がっていた。アダユ飛んだ、ファーに流れてきたボールしっかりと叩き込みました。同点に追いついた FC 東京です。ダンスと笑顔のアダユトン、まあ、ちょっと三つ丸が相手の置き所を間違えてしまったっていう形で、そこをただ塚が打ち込んでクロス、アダユートンが入り込んでの見事なプッシュでしたね。トリザンからアダユートン、アダユートンからグランダのボール、ディエゴ・オリベイラキープ、仕掛ける、自分で仕掛けてシュートですが、枠に持っていけませんでした。ディエゴ・オリベイラです。インフロントでかけたかったのがしっかりとかからなかったですね、うん、本当は巻いてっていうことだったんですね、はい、巻いて右すぎ、中村が左、右動き出していて、そちらを使う、このボール面白い、枠の右でした。東から狙っていました、フラッグは上がりませんでした。よく見てましたね、2人の関係で。アダユトン、アダユトン、クロスを入れる、はい、トレビザン、枠に右でした。クロスにトレビザン、さあここはアダユトンからのボールになる、これは枠の左だ、渡辺龍馬。さあここは中村がボールを運んでいって、片山早いタイミングで縦に送っていって、ワンタッチフリック、マテウサビオ、そして先頭、先頭マテウサビオ、マテウサビオ、シュートはディフレクションある、まだあります。おっと、あ、ここはファール、カードも準備をされています。中村にイエローが出されます。エリアの外でのファールです。2枚目ですかね。あ、そうですね、これで2枚目で退場。ニアスラス、ファールに流れていく、押し込めないか、そして待て
ここから切り返して、うん、ここから鳥さん対応、うんうん、そして高峰のファールを取って FC 東京ボールフリーキックです。鋭いボールでしたね。さあ声援を受けてフリーキック、 FC 東京バンケナガンデカシーフ、はい、ファーに抜けていく、これはゴールキックです。そしてここで長い笛が吹かれました。試合終了、結局は1対1、勝ち点1を分け合う格好になりました。